喋れるのがすごいってことです。でも喋らないとだってさ、港の見に来てくれてるのにさ、VTuber が喋らないでどうするでござるか。喋るでござるよ。ダンスできるの？いや、ダンスとかやったことないんでござるよ。だからね、ホロライブに入ってね、ちょっと一番なんか密かな楽しみだったのは、あの、ダンスを学ぶことでござるな。それがねね先輩とかさ、すごいでござる。本当に。動画とか見てたでござるが。すごいから、すごい憧れてて、先輩の、ねね先輩の誕生日ライブとか、大好きなんですよ。いつかね、ああいう風に踊れるようになる日が来るのでしょうか、風間にも。ちょっと、あとは技能を身につけるだけぐらいにこう、体力つけとかないと。そう、ねね先輩はね、すごい。本当に。頑張りたい。あそこまでとは言わずとも、こう一緒にね、踊ったりできるぐらいのね、並んでも恥ずかしくないレベルになるためにも、トレーニング頑張りたいでござるな。